この番組は聖書についての夫婦訪談です。週に1回土曜日配信です。洗礼を受けて33年、6人の子供たちが与えられ、全員聖書ホームスクールで育てました。その中で御言葉の発見をたくさんさせていただきました。その恵みを皆さんと共有したいのです。天に国籍のある天国人の公用語は聖書語です。聖書人になりたい。でも1代目の移民はネイティブになれません。2世、3世、さらにその次の世代へと相続されていきますように。それでは本編をどうぞ。